Greetings everyone, Black Shaw here, welcome back to an episode of S9 Monstrum Nox. We are slowly but surely getting closer and closer towards the finale of the story, and we actually have some max affinity events to go through. さてと、これで最初通り収穫の儀式を終えたわけだが、シルエット、この木の実を取るがいい。あ、はい。ついにこの時が来ましたね。ああ、ノース教の伝承を信じるほかないな。はい、そうなると信じて挑むしかありませんね。この仮面意外と重たいですから、外せるものなら外したいです。よし、えい。草の味がします。味などどうでもいい。それで目の方はどうなのだ。どうなんでしょう。ちょっと仮面を外してみますね。すごい、すごいです先生。空の色も草原の色も全ての景色が色鮮やかに見えます。よかった、大成功だ。やったなシルエット。はい、やりました先生。今までは画面越しにしか普通の世界を見れませんでしたが、世界ってこんなに綺麗だったんですね。そうですね、重たい仮面ともおさらばです。私も伝承を研究してきた甲斐があるというものだ。やはりお前がノース教の神官の子孫という仮説は正しかったようだな。暴走状態にあった神官の力を鎮静化できたらしい。それについては自分でもよくわからないんですけど、とにかく先生もアドルさんも本当にありがとうございました。あれ、まただんだんと世界が赤く染まって。あ、アドルさん後ろです、後ろ。お疲れ様でしたアドルさん。先生、if it's temporary. どういうことでしょう。私の目が元通りになっちゃったみたいです。どうやら木の実の効果は長く続かないようだな。くっ、私としたことが気休め程度のことしかできんとは。この木の実の他に有力な伝承は見つかっておらんし。すまんなシルエット。そんな謝らないでください。先生は十分すごいですよ。まだ木の実はありますし、これで好きな時に仮面を外せますから。だからそんなに落ち込まないでくださいよね。お前がそう言ってくれるのがせめてもの救いだな。だがこうなると根本的な解決を図るしかないな。そういうわけでアドルよ、今すぐラルヴァを根絶してこい。それができたら皆さんがとっくにやってると思います。それもそうだが。先生のその気持ちは嬉しいですよ。でも確かにラルヴァがいなくなれば
皆さんが戦い続けなくて済みますよね。そんなことが本当にできるのか分かりませんけど、私はその答えを出せるのはきっとアドルさんだと思います。だからこれからも一緒に頑張らせてくださいね、アドルさん。So you can like be here without a mask? またいつでも言ってください。ごめんなさい、待たせちゃったわね。アドルちゃんに渡したいものがあって。今のうちに。うん、今だからこそ。はい、これ剣闘士のレリーフが猛々しくて美しいでしょ。昔剣闘士になって初めて大会で優勝した時の記念メダルでね、私が大事にしてきたお守りなの。あら、そんなの受け取れないって。確かに今の言い方だと遠慮しちゃうわよね。これは本当にアドルちゃんにもらってほしいの。ちなみにご利益は実証済みよ。こうして五体満足で引退まで生き抜けたんだから。それってもう私には必要ないから。監獄から気を失ったアドルちゃんがここへ運ばれてきた時、思った以上に動揺する私自身に驚いちゃったわ。これまでも辛いことや悲しいことはたくさん乗り越えてきたはずなのに、私の大切な恩人で戦友だった彼が死んだ時を思い出さずにはいられなかった。それだけ私の中でみんなの存在が大きくなってた。ダメね、いつも失いそうになってから大切なものに気づくんだもの。いいわ、帰りを待つのも私の仕事だものね。あなたが無事でいられるように私も力になりたいの。あなたがダンデリオンの中心にいてくれれば他のみんなもきっと大丈夫。そんな気さえするしね、この先に何が起こってもちゃんと帰ってくるのよ。はい、じゃあこのお守りは受け取ってくれるわね。大切にしてくれると嬉しいわ、アドルちゃん。Okay, so I can give you this. Adol-san, 今日も他いつでもお待ちしてます。 We enhanced everything here.
Dude. God damn it. いらっしゃい。何にするの？また来て、いらっしゃい。また来てよね。Actually, I know I didn't check something.要件を聞かせてもらおう。これを選ぶとはさ、そうか。取引、要件を聞かせてもらおう。これを選ぶとはさす、そうか。ではな。I mean, we paid Gaston already. How do you not remember? Oh, yeah, they remember. Okay, good. お父さん、確かに家を出たけど、私は家族まで辞めてない。お姉ちゃんやお父さんに受けた恩を忘れたこともないよ。だから都合のいいことを言うな。一度紹介を抜けると決めたのだ。自分で決めて始めたなら
徹底的にやり遂げるべきだろう。わかった。だったら私は花屋プチフルリストは取引を申し込みます。なんだと？希少会の販売主任カーラ・ペンドルトン、当店で彼女の行方を調査してその身柄の安全を確保します。報酬はアルタゴの地に咲き乱れるという純白の花セレン。希少会が扱うその種子を優待価格で下ろしてもらえませんか？ただし調査に必要な情報は提供してもらいます。自分が何を言っているか分かっているのか？実績もない貧民街の花屋をどう信用しろというのだ？信用できる相手かどうか見抜けないあなたではないはずです。何？それに今の条件ならどう転んでもペンドルトン商会に損はありません。おっしゃる通り当店はまだ小さなお店、ここが勝負どころだと思っています。損して得を取れですよね。相手はロムンにさえ反旗を翻した聖国騎士団だぞ。花屋のお前が一体どうするつもりだ？迷惑がかかってはいけないのでそこは秘密にさせてもらいます。この仕事は結果が全てのはずです。お嬢、すごい。キリシャ、なぜ今までそれができなかったのだ？一人で店を開いてみて分かったことがいっぱいあるの。仕入れ値一つ決めるのもお父さんやお姉ちゃんがいないとすごく不安で、でもお店を続けるには一人で真剣に考えて答えを出さないといけない。たとえ苦手なことでも簡単に逃げ出すわけにはいかないって気がついてみると、当たり前なことですごく恥ずかしいけど、私がお前の成長する機会を奪ってしまっていたというのか？それは違うよ。お父さんとお姉ちゃん二人が教えてくれたことが結びついてたどり着けたんだと思う。私一人じゃきっと無理だったよ。だからお姉ちゃんのことを放っておくなんて。カーラのことはまずロムンの守備隊に抗議した。だがベルガー監獄長が不在でな、どうにも要領を得ないな。調査に必要な情報の提供、それが取引の条件なのだろう。お父さん結局守備隊では拉致が明かず騎士団から直接説明があってな。それによるとカーラが怪人たちと通じていたという容疑らしいが。それって容疑の内容自体は私にとって驚きではない。たとえ本当だとしてもカーラなりに考えがあってのことだろう。それより私に断りなくペンドルトンのものを拘束するとは、これまでの関係を考えれば事前に連絡くらいありそうなものだ。なりふり構っていられなくなったか？それかそんなことをもう気にする必要がないのかも。そんな鉱山からの情報によれば騎士団幹部は監獄の金庫とやらによく集まるそうだ。最近捕らえられた者はそこへ連れて行かれるという噂もある。金庫、それじゃあお姉ちゃんも？その可能性はあるだろう。カーラに関する情報は今のところはこの程度だ。お父さんありがとう。まったく総督府の選挙といい本気でロムンに反旗を翻す気か。確かにロムンは侵略者だが以前の王家よりうまくグリアを治めている。今の状況は歴史の必然だと思うが難しい問題だな。リッシュさん、
まあ新しい情報が入ればまた知らせる。そのなんだ、かなり奥まった場所にあって立地の面で大きく損をしている。工夫しろ。ちょっとしたことで店の印象は変わるものだ。どうすればいいかすでに教えているはずだぞ。お父さんありがとう。Have I found more of them? I don't remember. Okay, I didn't found that many of them. Actually, I didn't found any. Seems like.Ooh, ah! Quite a few of them. ありがとう。アドル。ちょっと待って。はあ、 あ、 あもう
Wait, how much did you do that? Yeah, I think I'm not gonna bother with grinding Nox points to get those like side landmarks. That's gonna be way too much effort. Wait. Yeah, I don't want to do the treasure thing. Thank you.
ああ何かあるみたいだね。何かあるみたいだね。崩れたわ。何かあるみたいだ。何かあるぞ。もしかして。
だけど。退屈な仕事だったぜ。That did that. Yeah, we might as well do that. Ah, you can't fast travel. Nanika Crimson Line! Sorry! Yah! 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 Yah!ユマさん、任せてよ。何かあるぞ。何かあるみたいだね。And here they are.待ってくれ。Have been pretty rough normally, I would say.
いえ。ようやく終わったか。Okay, that was a nice. Is there something else we can do?I mean, yeah, the freaking cemetery. アドルさん、よかった。無事だったようですね。どうした？なぜ今まで忘れていたのでしょう。彼女が剣で貫かれたあの瞬間、私、とても大事なこと。遠い昔、私はある少女に与えられた一体の人形でした。その家は比較的裕福ですが、ごくありふれた農家だったのです。私はその少女の人形として彼女の健やかな成長を見守りました。繰り返されるつつましやかながら平穏な日々、そんな日がずっと続いていくものだと私は思っていたのです。彼女がロスビータが聖女として見出され、出征するまでは。姉もな、行ってくるわ。必ず生きて帰ってくるから、いい子で待っててちょうだい。戦争が終わって帰ってきたら一緒にお茶会をしましょう。それが彼女のかけてくれた最後の言葉でした。聖女ロスビータ、アネモナちゃんが聖女の、そのアプリリスさんの最後を見て思い出したってことは。まだそこまで確信は持てません。ただもう一つだけ思い出したことがあります。彼女と別れてから時は移ろい、私はある男性と過ごしていました。私はその男性をお父様と呼んでいました。おめでとう、アネモナ。今日は君の誕生日だよ。目を開けて私の顔を見てごらん。その足で大地を蹴って走ってごらん。どうやら私はお父様によって魂と自我を与えられたようです。魂と自我を与えたって何者なんだそいつ。それが今はそれ以上思い出せません。でもお父様は意外と近くにいる、そんな気がいたします。きっかけがあれば Most likely the alchemist. 新たに思い出すこともあるかもしれません。アネモナさん、so I could be running a little bit around and maybe see if I can get another some of the Nox portals. But for now, this will be it. Thanks for watching. Hope you enjoyed this particular episode, and I'm gonna see you guys next time. Later.